この10年間でモダン化を図ってきたオスカーズ3月13日放送の世界発信 SNS 英語術で取り上げたテーマは「ハッシュタグオスカーズ」つまり「アカデミー賞」という切り口から「 この1年間僕がこの番組で行ってきたインタビューを振り返りました。長編アニメ映画賞を受賞したトイストーリー4のジョシュ・クーリー監督とプロデューサーのマーク・ニールセン。同部門でノミネートされていたヒックとドラゴン、聖地への冒険のディーン・デュボア監督。美術賞を受賞したワンサ e ナタイムインハリウッドのクエンティン・タランティーノ監督など、 今年のアカデミー賞受賞式では番組で紹介してきた作品が高い評価を受けました。アメリカ映画を主に対象としたアカデミー賞の受賞式は毎年2月の終わりか3月の初めに開催されます。世界三大映画祭よりも古い歴史を誇り映画界で最も権威のあるとされるこの賞は2020年で第93回目を迎えました。ちなみにオスカー像という愛称には諸説はありますが アカデミー賞事務局の事務所に届いた像を目にした一人の局員が、おじさんのオスカーにそっくりだと言ったことによって広まったことが有力な一つの説とされています。その後、受賞式自体も通称 The Oscars と呼ばれるようになりました。また、かつては The 84th Academy Awards という伝統を重んじたような名称を使っていましたが、 2013年を機に正式に The Oscars が使われるようになりました。アカデミー賞はここ10年間年々視聴率を下げており、それを受けてよりモダンで親しみやすいイメージに一新しようと努めてきました。例えば、これまでの白人が中心であ選考や授与を行う映画芸術科学アカデミーの会員の多様性を図ったり、初めて監督賞に女性監督を選抜したり、 作品賞のノミネート数を5作品から10作品へ増やしたり、より若い視聴者層を呼び込みそうなメイン司会者を採用するなど、あの手この手を使ってハリウッドの白人のための古臭い祭典というイメージを払拭しようとしてきました。こういった試みには賛否両論があります。 2019年には動画ストリーミングサービスのネットフリックスが制作したスペイン人であるマルフォンソ・キュアロン監督のローマが初めて作品賞にノミネートされました。しかしその一方でスティーブン・スピールバーグ監督を筆頭に劇場で公開された作品のみ選考の対象とするべきだと訴える声も上がりました。こういった努力にもかかわらず2020年の受賞式のテレビ中継は 2019年に続き、過去最低の平均視聴者数を記録しました。とはいえ、アカデミー賞はステータスとして未だ偉大な権威を持っています。今年は、監督のポンチノ監督のパラサイト、半地下の家族が、英語以外の映画として初めて作品賞を受賞し、さらに監督賞、脚本賞、国際長編映画賞も獲得するという快挙を挙げました。 ハリウッドのエスタブリッシュメントを祝するための式典でアジアの作品、しかも英語でない作品が最重要部門で受賞するということは仙台未聞のことです。2、アメリカ人と外国語英語を隔てる字幕という1インチほどの高さの壁。パラサイト、ハンチカの家族は2019年の5月にカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した後、 様々な映画賞を総なめにしました。それでもポン監督は謙虚な姿勢を見せ続け、照れくさそうな微笑と独特のユーモアのセンスで世界中の映画ファンを魅了しました。監督として輝かしいキャリアを誇りながらも、全くと言っていいほどハリウッドに染まっていないその姿は、アメリカの若者の間でも話題となりました。また、この20年程度の韓国映画は高品質な作品を発表してきたことで、 アジア系アメリカ人の共感を呼んでいました。ニューヨークマガジンが運営するポップカルチャーのウェブマガジン Vulture のインタビューで、ポン監督はこれまでアカデミー賞が韓国の映画作品に振り向きもしてこなかったことについて次のように発言をしました。ちょっと不思議だけど大問題だとは思わないです。アカデミー賞は国際映画祭ではないですから、とてもローカルなものです。 パラサイトは今年の1月に開催されたゴールデングローブ賞でも外国語映画賞に輝きました。ポン監督はその時の受賞スピーチでハリウッド及びアメリカの視聴者に向けて次のように訴えかけました。字幕という1インチほどの高さの壁を越えれば、はるかに多くの映画に出会える。私たちはたった一つの言語を使うと考えている。その言語とは映画だ。 そもそもアメリカ人にとって映画というものは文化というよりかはエンタメであり、ある種の現実逃避なのです。ファンタジーの世界へと誘われたい多くのアメリカ人からすると、字幕を読むことは労力であり、とても疲れる苦痛な作業だという印象が持たれています。字幕付きの映画をわざわざ見るために映画館に足を運ぶのはほんの一握りの映画愛好家です。 しかもそういった外国語の映画作品は大抵インディペンデント系の小さなシアターかシネコンの一番端っこにある席の配置が不自然なハーフサイズの部屋で上映されるものですそして僕の経験からするといつもガラガラなのです宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」は当初アメリカではほとんどプロモーションされずに150ほどの映画館でしかリリースされませんでした 全米には約 5, の映画館があります2003年のアカデミー賞で長編アニメ映画賞を受賞すると700以上の映画館で上映され同年9月までには全米で1000万ドルの興行収入を上げましたしかし映画館で上映されたのは厳密に言うと千と千尋の神隠しではなく英語に吹き替えられた Spirited Away でした 中国、アメリカ、香港、台湾の共同制作のグリーンデスティニーは全米で1億2800万ドルを記録し、外国語の映画としては全米の興行収入が1位の作品です。しかし、本作は武教映画であり、アクションシーンが中心となっています。字幕の壁は最初からぶち壊されていたのです。 このように、これまでアメリカでヒットした外国語の作品は、ほとんどの場合、アメリカのオーディエンスにとってハードルを下げた上でのことでした。ほとんどの場合、アメリカのオーディエンスにとってハードルを下げた上でのヒットでした。ところが、ここ数年、動画配信サービスの普及によって、アメリカ人はかつてないほど外国語の作品に手軽に触れることが可能になりました。 わざわざ映画館やレンタルビデオ店まで足を運んでまで見ることはなくても、Netflix などをブラウジングしているうちに国や言語を問わず面白そうな作品をアメリカ人はなんとなく再生してしまうようになりました。去年のアカデミー賞ではスペイン語のローマが作品賞にノミネートされたものの、最終的には国際長編映画賞を受賞するにとどまりましたが、こういった流れを踏まえた上で、 パラサイトが今年は作品賞に輝いたとも言えます。ゴールデングローブ賞での受賞から数週間後のアカデミー賞の受賞式で、ポン監督はこう発言しました。先日、ゴールデングローブ賞では1インチの字幕の壁について述べましたが、人々はすでにこの壁を克服しているのではないかと思います。動画配信サービスや YouTube、SNS などを通して、私たちはつながっているのです。 3. 全米で話題となったポンジュノ監督の通訳者、シャロン・チョイ。番組では、ポンジュノ監督が様々な映画祭や映画賞受賞式をめぐる中で、月きっきりだった通訳者のシャロン・チョイが SNS で人気を集めていたことも紹介しました。チョイさんは25歳の韓国人です。子供の頃に2年間アメリカで過ごして英語が堪能になり、 大学では映画制作を勉強し、現在は初監督となる作品の脚本を執筆しているそうです。アメリカのエンタメ雑誌バラエティに寄せた記事で、彼女はこれまでの通訳の経験に関しては、過去に韓国の映画関係者の通訳を1週間程度務めたことがあるだけだったと明かしています。2019年の4月頃に本監督の電話インタビューの通訳をしてくれないかと声がかかり、 その後、カンヌ国際映画祭でも通訳をしてほしいと依頼を受けていたそうです。以後、2020年の2月のアカデミー賞まで半年以上にわたって監督と共に世界を駆け巡ってきました。チョイさんはポン監督の言葉を堅苦しい英語に直訳しようとするのではなく、アメリカなまりの英語でアメリカ英語の慣用句を巧みに用いながらポン監督の考えをよどみなく翻訳してきました。 彼女が監督の言っていることだけでなく、彼のチャームやユーモアをうまく英語で表現したことで、より多くのアメリカ人がパラサイトに興味を持つきっかけとなったのは間違いないことでしょう。チョイスさんの活躍ぶりをこのように称えるツイートもありました。今回の映画賞シ,シーズン、 ポンジュノ監督の通訳者シャロン・チョイに賞が与えられるべきだ。ポン監督とチョイさんはアメリカの人気トーク番組 The Tonight Show Starling Jimmy Fallon にも出演しました。アメリカ人にとって深夜のトーク番組というのは寝る前にぼーっとするためのものとして知られます。外国の監督がそのような番組に出演し、ましてや通訳者も同行してその場で通訳をするのはとても異例なことなのです。 監督とチョイさんのお茶目なやりとりは瞬く間にアメリカで話題となりました。映画界において通訳者が注目を浴びるのは異例なことではありません。芸術家肌の映画監督は自らのビジョンを長々と語るので、それをコンパクトに訳することは通訳者の腕の見せ所でもあります。例えば、カンの国際映画祭の名物通訳者として知られるマスメー・ラヒージは、フランス語、 ペルシア語、ファーシー、スペイン語、英語を巧みに操って様々な監督のビジョンを観客やメディアに向けて訳していることで知られています。ある年、イランのアッバス・キャロス・タミ監督の通訳者を務めたことをきっかけに、2016年に監督が亡くなるまでたびたび彼の通訳を担当し、2010年の作品、トスカーナの贋作に至っては、監督が書いた台本を英語に翻訳し、 脚色もししたたこととで話題となりました日本人にとって馴染みがあるのは映画字幕翻訳家で通訳の戸田夏子の存在でしょう俳優のトム・クルーズが1992年に初来日して以来日本では必ず戸田氏が通訳を務めるようになり二人は30年近く親交を深めてきたとされます。 去年 SNS 英語術でミッションインポッシブルフォールアウトの来日記者会見を取材させてもらった時も戸田氏がトム・クルーズにぴったりとついていましたクルーズは小柄ながらもとてつもないオーラを放つ正真正銘のメガスターですがその斜め後ろに座っていた戸田氏は負けないぐらい目立っていたことを今でも覚えています4言語の壁が取り除かれてもなお残る壁 動画配信サービスや SNS などのおかげで、かつての字幕の壁や言葉の壁は崩れつつあるのではないでしょうか。私たちはかつてないほど手軽に様々な国のコンテンツを見られるようになりました。しかし、だからといって私たちが多文化に対してより寛容になったかといいますと、そうとは限らないのではないでしょうか。アメリカ人が千と千尋の神隠しを見ても、日本文化に触れたという印象は、 全く残っていないでしょう。ハリウッド映画や海外ドラマが大好きな日本人でも、そういった作品を通してアメリカに対する偏見は強化されることはあっても、アメリカ文化に対する理解が深まることはあまりないでしょう。所詮映画は映画であり、世界平和をもたらす魔法のツールではありません。だからこそ字幕の壁が崩れつつある今。 映画が社会にもたらす大きな影響に注目する必要があります。ポンジュノ監督はインタビューでパラサイト、ンチカの家族で扱いたかったテーマは韓国社会における格差や貧困だと語っています。そういったテーマは韓国に限らず全世界に共通する普遍的なテーマだとも話しています。このことでパラサイトはアメリカ人を魅了し、 全米で4000万ドルの興行収入も稼ぐヒットとなったのでしょう。しかし、この作品によって韓国社会や韓国文化に対するアメリカ人の理解が深まったかというと微妙なところです。そこには価値観、美意識、姿勢観などの違いが生み出す文化の壁が依然として立ちはだかるからです。 確かに人間は人間、みんなが一緒なんだという真剣感や一体感が生まれることも映画の大事な役割でしょう。同じ内容でアメリカ人と英国人とフランス人と日本人と韓国人が泣けるということはとても大きな意味を持ちます。でも、いくら人間の共通点にスポットライトを当てようとしても、 人間を隔てる文化の壁の本質に迫らない限り、人々は本当の意味で分かり合うことはできないのではないでしょうか。そして見ている人が多文化を自分の文化の立場からしか、それを理解しようとせず、多文化を分かったつもりになってしまうことは、それはむしろ危険なことです。 字幕の壁が取り除かれても相手側の世界に本気に踏み込まないともっと言うとその世界を紹介してくれる案内役がいないと本当の理解には至らないのです。そこで必要となるのが広い意味での翻訳者や通訳者という存在なのです。ポンジュノ監督のパラサイト・パンジカの家族がアカデミー賞作品賞を受賞したことでハリウッドにおいて大きな変化の波が起こってくれると思いたいところです。 しかし、これまでの一連の流れを冷静に分析すると、アメリカ人というものは、勝ち目がないとされる人物が困難をものともせず、大活躍するというおとぎ話が大好きである、ということしか証明していないとも言えるのではないでしょうか。 www.digtokyo.jp